超不思議世界ムーン。夜、少年はテレビゲームに夢中になっていたが、母親に止められテレビのスイッチを切った。しかし消したはずのテレビがついているのに気づいた少年は、光とともに画面の中へ吸い込まれてしまった。気がつけばそこは昨日までやっていたゲームの世界。その世界の中で少年は自分自身の冒険を始めます。主人公はゲームの中に放り込まれた透明人間の自分自身。その世界の中で次から次へと不思議な体験をしていきます。一日はリアルタイムに時間が流れ、登場するキャラクターたちはユニークで、キャラクターの数だけエピソードがあります。そして RPG にしてバトルがなく、倒されたモンスターたちの魂を捕まえて元の体に戻すモンスターキャッチャー、その代わりで存在します。フェイクとリアルがすり替わるムーンは秋発売されます。